てなかったら次も頑張りますね、先輩。僕は魔法使いなんだ。しろ、魔術を習うということは常識からかけ離れるということだ。死ぬ時は死に、殺す時は殺す。僕たちの本質は生ではなく死だからね。魔術とは自らを滅ぼす道に他ならない。知るのはそういった争いを呼ぶ類のものだ。だから人前で使ってはいけないし、
難しいものだから鍛錬を怠ってもいけない。でもまあそれは破ったって構わない。一番大事なことはね、魔術は自分のためじゃなくて他人のためだけに使うということ。そうすればシロウは魔術使いではあるけど魔術師ではなくなるからね。基本骨子解明。構成材質解明。基本骨子変更。構成材質補強。また失敗か。元から形があるものに手を加えるのはきつい。
死にかけた分上達するならまだ見込みがあるんだけどな。魔術師にとって一番初めの覚悟とは。誰かを助けるということは誰かを助けないということ。正義の味方っていうのはとんでもないエゴイストなのだか。その割にこんな処方がうまくいかないんだもんな。なんでいざって時に雑念が入るんだ、バカ。すれば正義の味方になれるんだ。